スラグキャットコンボのオーナーズリー。じゃあこのネクスラグキャットコンボっていうのをつけます。これつけると2時間ぐらいで皮膚から吸収されて、飲みまだに、それから左矢の予防、左矢って感じさせられるとか、はい、それからあとは何ですか、消化管の寄生虫を予防してくれます。まあ、なんかオーリーワンって書いてあるけど、飲みまだに、これ皮膚につくダニのちっちゃいですね、が左矢の予防と海中、まあ、先週類とサノラの仕事。エボリューションですか。エボリューションプラスもありますけどね。まあ、あの、いいです。はい、じゃあ、こちらにつけしておきますね。エボリューション、一時入らなくなっちゃったんですよ。あ、そうなんです、ね、そう。で、しばらく入らなくて、やっと最近入り出してきたという感じで、また私も使おうかなと思うんですけど、エボリューションプラスですね。プラスないと、まだにはカバーできないんで。これはエボリューションよりもサナラムシを、までカバーするから、ね、まあいいかなと思います。まあ、そうね。一応1ヶ月聞いてます。言うといてください。で、まあ家の中ばっかだったらそう毎月毎月つけることはないと思うんですけど。そうですね。まあ2ヶ月に1回ぐらいはつけた方がいいかなと思います、うん。そうですね。特にあの病院来る時とかさ、トリフィル出す時は、そうですね。やらなかった。やっといた方がいいですよね、はい。はい、ごめんなさいね。頑張って頑張って。ごめんね。これご褒美にならんから。ちょっとシャツを舐めてみる。これあんま好きじゃないんだけどな。好きな子多いんだけどな。出るそうですね。どう？好きじゃないね。はい、やめとこう。ごめんね、はい。はい、じゃあすいません。ごめんなさいね。ちょっとうっかりしてました。じゃあちょっとあの。気長な話ですけど、はい、毛の基本とそういったデンタルケアの方もね、ちょっと進めてください、ね、はい、お願いします。